ロシアのロルドン、ホットヌードル、ビーフ味、揚げ麺で粉末スープとかゆくは最初から入っています。麺は太めで輪郭は曖昧です。芋戻し時間5分だと柔らかくて歯ごたえが頼りないです。缶数の量が少ないのか色は白っぽく、ラーメンの麺らしい香りはしません。まるで細うどんのような印象です。スープは透明感が残る灰色っぽい茶色で、見た目の印象は良くないです。油っ気は全然なくあっさりしています。塩分も旨味も弱く、また牛肉の香りも控えめです。少し唐辛子の刺激がありますが地味な味です。大きな具はグリーンピースだけで日向臭さがあります。ロシアの製品ですが、そっけなくて不愛想なところはアメリカのカップ麺に近いと思いました。